い、本日は京橋に来ております。来ました、マリアちゃん。はい、今日は江戸東京野菜の第4弾ということで。4弾。これまでね、何をやってきたか、はい、マリアちゃんご存知ですか？ちょっと私は知らなくて。知らんよな、はい、知らんよな。江戸から東京に至る歴史の中で、市中や郊外で栽培され、江戸東京の市民の食生活を支えてきた江戸東京野菜。過去には五石晩成小松菜、寺島ナス、千住ネギを紹介してきましたが、今回は…で、実はこの京橋っていうのも、あの江戸時代にね、青物市場っていう、要は、はい、今でいう青果市場だね、うん、青物野菜なんかを取引するマーケットがあった場所なの。なるほど、うん、だからここから始まってるんだね。だからここからなんですね。あれをご覧、石碑もあるんだよ。本当だ、石碑見に行きましょう。はいはいはい、はい、見に行きましょうよ。見に行きましょう。ここ京橋は水運の利便性が良く、江戸中の農作物が運ばれてきたそうで。立派な石碑ですね。京橋大根菓子青物市場石。京橋川にかかる京橋の西側は、練馬大根や亀戸大根などが多く荷揚げされていたことから大根菓子と呼ばれ、積み上げられたたくさんの大根はまるで白い花が咲いたような見事な景観だったそうです。大根菓子っていうと、そんなに大根が需要があったんですか？いいところに気がつきましたよ、マリアちゃん。実は江戸時代って冷蔵庫とかないじゃないですか、はい、大根ってお漬物にして保存食になったりしたんですよ。漬物、そうだ、大根、たくあんとかも大根ですもんね。そう、あとご飯に混ぜてちょっとかさ増しにしたりとか、特に江戸の三白って言って、江戸の三白、はい、江戸の人はね、3つの白いものが大好きだったの。はい、なんだと思う、3つの白いもの。豆腐、大根、白米。江戸人マインドになってきてるじゃん。私の好きな白いもの言っただけですね。そう、はい、江戸の人たちも大好きでした、まあ、特にね、大根なんかはあっさりしてて淡白な味付けだったりとか、まあ、淡白な中にもすごく味が詰まってるっていう感じが江戸っ子好みだったんだよね。はい、ということでね、今日は、まあ、大根ね、特に亀戸大根に注目したいと思います。亀戸？はい、今回注目するのは、江戸っ子も大好きだったという亀戸大根。一体どんな歴史があるのでしょうか。ということで、亀戸大根を求めまず向かったのは、665年藤原の鎌足りによって創建されたといわれる亀戸香取神社。もともとは戦の神を祀る神社ですが、相手との戦い、自分の心の戦いという点から、近年ではスポーツ振興の神としてアスリートから絶大な支持を得ています。モーリーさん、ここって神社ですよね。はい、大根と関係あるんでしょうか。こちらの亀戸香取神社様は、はい、もう大根と深い関わりがあるんです。神社なのに。もうね、境内をご覧、マリアちゃん、何か気になるものないですか？あれって、もしかして？もしかしてこれは大根ですか？そうです、ほら、すごかろう。葉っぱになってる。この大根の葉っぱまで鮮明に表現された日が示すように、幕末の頃、香取神社周辺で亀戸大根の栽培が盛んだったそう。今でも亀戸地区の小中学校で栽培された亀戸大根を奉納する収穫祭も例年3月に行われているんです。宮司の香取さんにお話を伺いました。今回亀戸大根についていろいろお聞きしたいんですけど、はい、もともとここはね、はい、もう大昔は島だったんですよ。でそういう関係で地質がですね、はい、こう粘土質、そういうあれで大根がその育ちやすい
地質だったんですね、はい、でその亀戸大根の種を植えたらすごく成長したいい大根が取れたということで、それがまあちょっと評判、東京では評判になりまして、本当にこの土地ならではなんですね。そうですね。あの大根作りに関して教えていただきたいんですけど、はい、それは今でも続いているものですか？これはね、あの残念ながら、はい、あのこの江東区あの亀戸っていうのは宅地が進みましてね、はい、だんだんその大根畑が、うん、外で追いやられちゃって、で今ではあの3農家の方が3軒の農家、はい、3軒だけやってるっていうこと。3軒だけか、はい、少ないですね。それであの市場にこう普通の大根のようにこう流通するっていうことじゃなくて、幻の大根っていうふうに。幻の大根、はい、生産農家が減ってしまったため幻の大根と呼ばれるほど手に入りづらくなってしまった亀戸大根。そう言われるとますます気になってきますね。なんとかしてみたいね、うん、幻の大根なんとかならないですかね。ロケ後半では幻の大根にご対面。幻の亀戸大根を求め向かったのは江戸川区にある中台農園。マリアちゃんここじゃないね。こんにちは、中台農園さん。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。迎えてくれたのは江戸川区で亀戸大根を育てて10年になる中台さん。これ全部亀戸大根なんですか？はい、亀戸大根になります。はい、たくさん。幻の大根とお聞きしたんですけど。はい、生産者が少なくなってまして、はい、今では幻の大根になってます。なんでそんなに少ないんですかね？栽培するのが難しくて、病気になりやすかったり、あと生育のバランスが、こうばらつきがあって、なかなかちょっと作るのが難しい野菜になります。亀戸大根どんな大根か気になります。はい、ちょうど収穫直前の大根がありますので、はい、ぜひ抜いてみてください。わ、いいんですか？いいんですか？はい、どうぞ。やったー。もうこういうの大好きなんですよ。中台さんのご好意で収穫させてもらえることに。では早速氷さん掘っていきましょう。はい、行こう。おすすめの大根はどちらでしょうか？はい、ここら辺が抜きやすいかなと思います。こちらの大根を抜きたいと思います。マリアちゃん、念願の幻の大根を抜きますよ。せーの。あ、抜けた。え、そんなスポンで抜けるの？すっごいスポンで抜けたじゃん。意外とすっぽり抜けました。なんか可愛いサイズ。スマートですね。そうですね。しかも大根が白い。なんか白くないですか？あ、土から出てきたばかりなのにってこと？はい、なんかすごい色白の美白美人って感じの大根。続いて私も。じゃあ行きます。抜けた。え、嬉しい。こちらが幻の大根、亀戸大根。なんか大根でもっとこう太ましいイメージあると思うんだけど、そうですよね。こういうちょっと小ぶりなんだけど、うん、ギュッとこう濃縮されたようなね、ところが特徴なんですよ。根の部分は30センチほど、小ぶりでくさび型が特徴の亀戸大根。ちなみにですね、はい、おこれが普通の大根なんだけど、はい、だいぶ違うでしょ。全然違いますね。一般的な人参ぐらいの大きさですよね。人参よりももっとちっちゃいぐらいかもね。他の大根と比べてどういった味の違いがあるんですか？亀戸大根は漬物に合う大根なので。漬物。はい、普通の大根と比べると苦味と辛味が強く、シャキシャキと食感もあるため、葉っぱとともに漬物にすると抜群だそう。さらに、今の季節だとあのお鍋とか
に入れてもらえると、すごい美味しくいただけると思います。うわ、今日の子持ちランチはお鍋で決まりかな。やった、お鍋、お鍋行きましょう、行きましょうよ鍋。ということで、ここでちょっと一息、こまちランチ。向かったのは貴重な亀戸大根を中台さんから仕入れている亀戸増本本店。明治38年創業、100年以上の歴史を持つ老舗です。増本さんでいただきたいと思います。はい、亀戸大根がある。そうです、これね、はい、亀戸大根っておたふく大根って呼ばれてたような、はい、あのものだから、このお水をかけて、はい、服をいただこうということで。その可愛らしい姿から福を呼ぶ縁起物として、おかめ大根やおたふく大根とも呼ばれていた亀戸大根。そんな亀戸大根に水をかけると福を分けてもらえると地元の人に愛されてきました。早速私たちもお水をかけて福が来るようにお祈り。いいことがありますように。マリアちゃんはどんな福を願うんだろうか。仕事がたくさんあってお金に困りませんように。大事大事、切実な願いです。ポーリーさんは何をお願いしたんですか。良縁。もうね、コンパクト、シンプルに、あの、私はいつまでも応援してます。お願いします、はい、じゃあ、あ、見て見て、あ、かわいい。これも亀戸大根になってます。ごめんください。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは亀戸大根本来の味を知るためにすりおろしたものを試食させてもらいました。ではいただきます。うわー、真っ白。うん、辛い。最初口に入れた瞬間はすっごい甘いんですよ。だからこの大根甘いかなと思ったら辛みがどん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 来て、ちょっと涙目になっちゃう。でも美味しい。亀戸大根本来の味を学んだところで、その昔亀戸の人たちが好んで食べていた地元ならではの料理をいただけることに。どんな料理なんですか。はい、昔からですね、この辺りでは、味噌汁の中にですね、亀戸大根と江戸前のアサリを入れてね、飲んでたらしいんですけれども、はい、味噌仕立てのお鍋でございます。それがこちら。グツグツして、亀戸大根のアサリのお鍋でございます。美味しそう。大根とネギを、はい、薄く切った亀戸大根とネギを地元のお味噌屋さんで5種類をブレンドした特製味噌スープに入れます。亀戸の人たちが愛した下町の飾らない味が令和の今に引き継がれたこのお鍋ですが、亀戸っ子はさらに美味しくなる粋な食べ方をしていたようです。あとこちらですね、麦なめしっていうご飯なんですが、生姜と麦飯と大根の葉っぱのご飯になります。あ、大根の葉っぱ入ってるんですね、はい、でこちらをですね、こちらのお茶碗によそっていただいてぶっかけ飯のようにしてお召し上がりいただいてます。あ、なるほど。ではいただきます。甘い。さっきの大根おろしの時はあんなに辛かったのに、火が通ると大根の甘みがすっごい伝わってきます。おいしい。うん、すごい、このシャキシャキ感ね。一回火が通ってるのに、でこの薄さなのにちゃんとしっかり食感がある。え、これも亀戸大根ですか。そうでございますね。これお漬物、お漬物、たまり醤油で漬けたものですね。音がすごい。味もしっかり中まで染み込むし、だからといってしょっ辛くないですね。あー、美味しい。小ぶりな中にこんなに旨味が凝縮されてたんですね。
いやすごい、わかめ井戸大根。突然ですが、ここでスタジオのまさみさんにクイズです。やばい。大根役者という言葉がありますが、その言われとなった大根の特徴は何でしょう。1. 先が細い。 2. 殺菌作用がある。 3. 栽培が簡単。10秒でお答えください。これはもう江戸時代に、はい、から言われているってこと。言われてます。多分これじゃないかと思うんだけど、だって殺菌作用なんて江戸時代分かんないでしょ。そうない。正解は殺菌作用があるでした。これは諸説あるんですけれどもね。あの大根って実際にそういう殺菌の効果があるので、生元と一緒に食べると当たらないよ、食当たりしないよってことは、当たらない役者さんのことを大根役者っていうようになったなんて言われてます。なるほど。どうしたしみじみと。なるほど、はい、いや江戸の人やっぱりシャレが大好きですね。そうなんですよ。もう基本シャレですもんね。すまんなすまんすまん。マリアちゃん、今日は亀戸大根テーマに巡ってまいりましたけど、はい、いかがでしたか。江戸東京野菜第4弾の亀戸大根、うん、こう江戸時代から残っている伝統的な野菜を今も食べることができるっていうのはやっぱりいいことですよね。しかもそれを自分で抜くことができて、さらにこのお店で食べることができて、亀戸大根を満喫できましたね。いやでも私たちだけ知っていたいっていう、なんていうの、この独占欲みたいなのもあるよね。数少ないですもんね、ただでさえ。そうそう、いっぱいは作れないものだから、はい、やっぱここに来て食べてほしいよね。亀戸に来て、あとはやっぱりあれですね、大根役者にならないように当たって砕けて頑張りたいと思います。急に台本通りみたいな、ね。